皆さん、こんにちは。相続税法税理試験の第73回本試験徹底検証会の講義となります。私、レックス専任講師、小田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはま税理試験受けられた方、皆さんお疲れ様でした。またこれから受験をされる方についてもですね、今回、令和5年度のですね、税理試験について、どういったものだったかについてですね、ご理解いただければなというふうな動画というふうにご認識いただければと思います。 では、早速内容について入っていきたいと思います。はい、えー、今回のですね、まあ、第73回の本試験なんですが、まあ、総評ということで、えー、ちょっとどういった状況だったかを、まあ、読ませていただきます。本年度の本試験の理論問題はですね、まあ、例年度に事例形式での出題と、ある程度前提が与えられたところで,ですね、えー、もうこのまあ条文についてですね、もう含めて、当てはめて回答してほしいというような、まあ、そういった内容の問題となっています。 でなのでですね、まあ、のその与えられたです、ねえー、条件に基づいて、まあ、回答しなければならなかったというところですね。えー、ただまあです、ね、えー、今回、えー、事例問題に出題される形式ですね、ついてはまあ過去に出題された分野だったので、ね、そういった意味で,です、ね、あの受験生にとっては、まあ、どれだけです、ねえー、理論、過去問も含めてです、ねまあ、見ていったか、まあ、時間を費やしたかが大きかったのではないかなというふうに思います。 ま、特にですね、えー、理論の方についてはですね、まあ、主に2問に分かれているところなんですが、えー、まあ1問目の小規模拓殖の特例についてはですね、ちょっとこれはもうやり、やり込んでいればですね、と、まあ、分かると言ったらあれなんですけど、まあ、重要テーマとして挙げられているところとなっております。また2問目についてはですね、まあ、かなりマイナーではあるんですが、まあ、今までに出てきたことがあるというところで、ある程度書けるようになっていればですね、あま、そこそこの得点がまあ見込める問題となっているというところで、どれだけですね、ちょっと時間を、ま、費やしているかはまあ問われていて、 きているようなまあ、理論だったなというふうなところです。あとは計算ですね。あの例年に比べてですね、あのまあ、問題といいますか前提と言いますかあの項目そのものは少ないんですけど、ただですねあのその少ない中にですね土地の評価方法とかですね取引相場のない株式いわゆる非常上株式の評価についてですねかなり論点が散りばめられていてですね難易度は非常にまあ、上がっているところとなります。 ま正直ですね、あのー、ま、今までに相続税法の試験を受かった方でもですね、あの、この内容を見てですね、解けるかと言われるとですね、ちょっとですね、まあ、判断に困る部分が多かったのかなというところです。正直、実務やっていてもですね、かなりこんなケースはまあ出てこないなというような土地の評価が出てきたりですね、まあ、トリク相場の、えー、ま、ない株式についてもですね、非常に細かいところと言いますか、まあ、判断に迷うような論点ですね、ちょっとギリギリの境目をついてきたりとかですね、え、しているところがあってですね、まあ、正直 かななり難易度が高いい問題となっていました,ただですねあのその分、えー、その他のですねまあ、えー、いろんな論点ですね評価もですねあのまあほとんどやることが、えーまあ、その土地と取り相場のね株式がですね、まあ、ほとんどないといったところになりますので、まあ、その辺はですねかなり、まあ、実務に沿っているようなまあ趣旨といえば趣旨というふうになるのかなというところでございます。 とはいえです、ねまあ、実際の実務においてはですね、まあ、正直丸一日検討するとかそういった猶予が与えられているところなんですが、まあえー、税理試験については基本的に、まあ、理論、計算を含めて2時間、えー、しかないところになるので、まあ、時間の余裕がだいぶない、えー、ような状況です。まあ、なので,で、ね、正直全部回答というのは、まあえーまあ、考えづらいと言いますか、むしろ取れた方はすごいというような状況になりますので、まあえー、そういった前提で,です、ねえー、ご承知いただければなというふうに思います。 はい。まあ、なので,ですね、えー、今回は限られた時間の中でどれだけ各項目に取り組んでいけたかを、ま、問われて問題だった。正直わからないものはですね、ちょっと、ま、書いて飛ばすではないですけど、どんどん先に進む必要があったのかなというところでございます。はい。では、え、ちょっと理論の方に入っていきたいと思います。今回ですね、こちら、まあ、ちょっと、え、少しグレーがかかっているところですね。ここはま、問題の部分になっています。えー、次の説明に基づき、以下の問いに答えなさいということで、まあ、第一問、問1ですね。ま、25点部分となりますと。 説礼、えー、非相続人 A は令和5年8月に死亡した。その愛護者 B 及び公子は、次の通り、非相続人 A が所有していた宅地を相続により取得し、それぞれ相続税の申告権まで引き続き所有しており、かつ相続開始に、えー、直前に居住していた家屋に引き続き居住している。はい。で、そうですね。えー、こちら、まあ、ある1、ま2、ま3と、まあ、宅地とですね、えー、利用状況、それぞれが、えー、あってですね、まあ、誰が取得したか、が記載があるところとなります。 はい。まあ、で、この時点でちょっと遠いの方先に見ていくと、配偶者、美お及び公衆が取得したそれぞれの宅地が、ここですね、えー、小規模宅地等の特例、えー、における、えー、特定居住用宅地等に該当するかどうか関連する条文に触れず説明しなさい。まあ、なので、あの、このですね、えー まあ、えー、土地、三筆と言いますか、まあ、三利用単位に対してですね、えー、こちらが、えー、小規模タクシーの特例、居住用が適用できるかどうかというところの判断になってくる、えー、というものになります。で、当然ですね、あの、それぞれですね、えー、どの条文に該当するかというところ、まあ、理解とですね、当てはめをしていく必要があったというところになります。はい。まあ、えー、そのいった関係ですね、こちらを見ていただくと、えー、そうですね、まあ、 趣旨としてはね、取得者と、えー、利用状況と請求率にしていたかどうかというところが、まあ、主なポイントとなってきます。なんで、えー、そちらですね、まあ、当てはめていくというところなんですが、まあ、ボーダーラインは25点中の、えー、まあ、18点、えー、ないし、合格確実に二22点と考えるというところで、まあ、ちょっとですね、正直ですね、あの、まあ、えー 高めに設定しているところではあります、えー、なんです、ねまあこの問いですね、えーまあ、要所としてはですね、この3つが、えー、それぞれ、えー、どちらに該当するか適用できるのかできないのか、該当するかしないかを判断するところと、あとは条文ですね、どこまでそれぞれごとにですね、えー、当てはめて記載できるかというところの理解を問っているものになります。 はい。まあ、そうですね。あの、回答ですね。当てはめについては、まあ、ええー、まあ、処理時期、丸か罰かの話になってきますので、まあ、ここで,ですね。ある程度点は取れるだろうというところと、まあ、ええー、1、2、3ですね。それぞれ、ええー、 まあ何が該当するかですね。えー、小規模タクシの特例の特定居住タクシーともですね、基本的にはまあえー誰がえー取得したか、どのような利用状況だったかで、まあ、できるかできないか分かれてくるので、まあ、それぞれ該当するものが当てはめられるかどうか、まあ、そもそもですね、全部回答できるかどうか、全部把握しているかどうかというところがまあ重要になってくるところです。 なのでですね。まあ、あ、えー、回答としてはですね、まず関連する条文ですね、特定居住宅地等の意義というところで、えー、読んでいきます。非相続人等の居住のように供された宅地等。で、えー、その非相続人の配偶者、または、えー、次に限る要件のいずれかを満たす、その非相続人の親族。かこまあ配偶者も、えー、条件が、ま、無条件というところなので、えー、配偶者は除くと。で、なので要は、配偶者以外の相続人は、えー、条件に当てはまったものに限るというところですね、次のいずれかを要件を満たすと。 で、えー、それらがですね、相続または移動入により支度したものに、えー、限ると。まあ、要は贈与じゃダメですよというようなところでございます。はい。で、その親族が相続開始の直前において、その宅地等の上に存するその非相続人の居住に供された一棟の建物。えー、そうですね。 ま、その非相続に、または配偶者、またはその親族の居住に供された部分として一定の部分に限る。まあ、事業用部分はダメですよというところですね。あの、居住と事業用ですね。まあ、併用しているようなところと居住用部分に限りますよというところで。で、まあ、こちらの、まあ、そうですね。ちょっとここは脱足なんですが、に居住していた社であって、えー、相続開始時から申告権まで引き続きその宅地等を有資かつその建物に居住していることと、ま、去年は非相続の居住用に、えー、供していたもの、えー、というふうになってきます。 はい。あと2番。えー、その親族、過去非相続人居住のように許された宅地等を取得した者で一定の者にか、えー、ものに限ると。次にかけるすべ、えー、要件のすべてを満たすこと。えー、で、え、その非相続人に配偶者または相続開始の直前において、過去一に規定する家屋に居住して親族で、その非相続人法定相続人がいない場合に限ると。まあ、要はこちらはですね、えー、いわゆる同居親族じゃない場合ですね。同居親族がいない場合の話と。法定相続人に。 こちらは、えー、過去一はですね、えー、同居が前提になっていますが、過去には、えー、そうじゃなくて、えーまあ、別居親族ですね。えー、であれば、えー、どういう条件で、まあ、適用できますというような話ですね。まあ、相続開始前3年以内に法制高知内にあるその親族、その親族の配偶者、その親族の三親等内の親族、またはその親族と特別の関係がある法人として、えー、一定の法人が所有する家屋、まあ、同族法人ですね。 過去、えー、相続開始の直前において、その非相続に居住のように供された家屋を除くに居住したことがないことと、また、えー、その非相続に相続開始に、その親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと、相続開始時から申告権まで引き続きその託児等を有していること、まあ、ここはですね、えー、別居親族が適用できる場合の条件というふうになってきますと。 で、カさん、えー、その親族がその非相続人の生計を移にしていた者であって、相続開始時から申告権まで引き続きその宅等を有し、かつ相続開始前、えー、前回から申告権まで引き続きその宅等を事故のように、居住のように供与していること。このかっこ1、かっこ2というのはですね、あくまで非相続人が住んでいることを前提になっているんですが、えー、住んでいたですね。かっこ3においてはですね、非相続人の生計を移にしていた、まあ、いわゆる別居ですね。えー、別居なんですけど、生計を移にしていた者、えー、に限は、 もう適用ができますよとなります。ただ、その場合ですね、あの、相続開始から申告刑まで、えー、その別居のですね、請求を討にしていた親族については、自公の居住のように、まあ、教師続ける必要がある、えー、というところがあります。なので、括弧1、カッコ2は、非相続には自分で住んでいた、えー、ところ、括弧3については、請、え、求、ー、親族が住んでいたところというふうなですね、まあ、意味合いで、まあ、異なるというところが、えー、この特例の、えーまあ、ポイントですね。 ま正直、過去3まで書き切れるかどうかというところはあるんですが、もう過去1のですねの方は書いていただきたいところですし、過去2についても、ですね、まあ、あの完全に一致するかどうかはまあ別として、ですねある程度書いていただきたい、過去3はですねちょっと清潔にした親族ですねのまあ文言は欲しいなというところはあります。はい、であとは2番ですね、特定居住宅との該当についてということで、まあ、具体的に丸バスどっちかの話ですね。 えー、過去1については、公宅地は非相続に及び請求をにした親族が居住のように供していた宅地でないため、えー、被害と、えー、となります。はい。こちらですね。えー、非相続に孫人の居住のようにそう、えー、されていた家屋の敷地ということで、中二の方に請求を別にしていたというような、まあ、文言があったというところでございます。はい。で、えー、つ、あ、失礼しました。 続いてですね過去に押した口は非相続人が教授のように供していた。白紙なるが、配偶者または同居していた親族が取得していないため被害と,、えー、となります。はいまあ、結局、えー、非相続人がですね。教授のように供していたんですが、まあ、別居の親族が取得したらまあだめですよ。というような話になってきます。あくまで同居していたですね。親族がいた場合は、その親族が取得することが前提となってくる特例です。 カッコさん、ヘイタクシェヒーゾウズ君、非相続の者親族、えー、死が事故の居住のように教師したため該当というところで、まあ、ここですね、えー、バ,ツバツもあるというところで、まあ、ここをですね、ちょっと当てていただきたいなというところはあります。いずれもですね、あの当てるだけだとですね、まあ、部分点になってしまうかなというところで、えー、どういう要件に該当して、またどういう要件がですね、えー、適用外になるかを簡潔、まあ、で構わないので記載していただきたいなというところでございます。 そうですね、えーまあ、ちょっと小規模タクシの特例についての論点っていうのは、まあ、重要論点にはどうしてもまあ毎年なってくるところなんですが、まあ、このあたりですねちょっと書いていただきたいなというところでございます。ここまで書ければですね、特にあの基本どでは、まあえー、全部になるとは思うんですけど趣旨とですね、えー、適用の可否の部分について理解をしているかそれと当てはめができているかというところが特典のポイントになるところになります。 正直細かいですね、あのテニオファとかはですね、あのー、まあ合致しない部分はですね、正直端折っていただいても、まあ別にあのそんなに、えー、点数の差は出てこないのかなというところで、もうその点ですね、ちょっとざっくばらんでも書いていただきたいなという事項でございます。あくまで、えー、条文といいますか趣旨と、あとは、まあえー、該当の有無ですね、えー、適応するところが、まあ、書けてるかどうかというところがポイントとなります。はい。 はいえー、続いてですね、こちら、えー、問いにですね、に、え、つ、ー、いてです、まあ。基本的には一般社団法人税とということで、えーまあ、趣旨としてはですね、あのー、基本的に相続税はですね、えーまあ、個人に対してかかってくる、えーまあ、税金になるんですが、まあ、一部の例外としてですね、えーまあ、持ち部の定めのない法人についてもですね、えー まあ、法人に対しててもかかってくるととががあありりまますすよいうころ個人のです、ねまあ、相続税逃れというようなケースが、まあ、まさにその通りにあるんですが、えー、そういったケースですね課税をする、えー、場合はどのようなことがあるかですね、えー、というところで増税と相続税それぞれにです、ねえー、当てはめとあとは条文です、ね、を引っ張ってきて欲、えーえー、しいというようなまあ趣旨の問題となります。 説明ですね、えー。個人 X 居住者が代表理事を務める一般社団法人 Z は令和2年6月1日に個人 X から現金8000万の贈与、えー、その配偶者 Y から現金5000万の贈与をそれぞれ受け計1億3000万円を取得したで令和5年9月に個人 X は死亡した、まあ、ちょうど3年3か月後ですね、えー。一般社団法人 Z の理事は相続開始直前まで個人 X 配偶者 Y 及びこれらの、えー、社のこう2人の計4人であり、まあ要は単純に家族だけで運営している一般社団法人 Z というふうになりますね、えー。で、相続開始における一般社団法人 Z の純資産価格は4億円だった。なお、法人 X の遺産はないものとすると。はい。まあ相続でこれしかないよというところなんですが、えー、この財団しかないというところですね。 まあただですね、あの実質的にですね、えー、まあこの4億円です、ね、のうち、まあ、4分の1ですね、まあ、非相続人というふうにまあ考えられなくもないようなまあものというふうになりますと。またその原資になるものはです、ね、個人 X から現金8000万円の贈与と、あと配偶者 Y から現金5000万円の贈与があったというところですで。今回ですね、この死亡したのは個人 X のみになりますので、まあ、相続税を考えるとしたら、ですね、えー、この Y はまあ考えない、A、というようなまあところにまあ判断いただければと思います。 まず一つ目ですね。えー、過1一般社団法人 Z の令和2年分の増税に関し、どのような課税関係が考えられるか、関連する条文に触れつつ説明しなさいと。で、もう一つ、2番、法人 X の相続に関わる、えー、一般社団法人 Z の相続税に、えー、関し、どのような課税関係が考えられるか、関連する条文に触れつつ説明しなさいと。 はいまあ、結局ですね、えー、令和2年目の増税と令和5年目の相続税に関して、まあえーまあ、条文を使って説明してくださいねというような趣旨になる、えー、ところでございます。はい、ちょっと回答を見ていきたいと思います。まあ、しゅあすみません、趣旨ですね。えー、持ち分の定めない法人および特定一般社団法人に対する課税関係ということで。 訪問についても、同一同様事例問題となっており、一般社団法人 Z は個人 X 及びその配偶者 Y から贈与を受けた際に、どのような課税関係を考えるか、括弧1で贈与税、カッ2で贈与者 X が死亡した場合の相続税に関連する条文に触れながら説明するよう問われたと。オーダーラインは17点、合格確実権は20点と考えられるというところで、ちょっと小規模タクシー等に比べてですね、あの、内容がマイナーというとあれなんですけど、なのでちょっと点数は低めというところでございます。 はいまあ、ただです、ね、あのー、正直、まあ、大部分の方がです、ね、あのー、まあ持ち分の定めのない法人ですね、えー、しか書けないよと、まあ、それもちょっとしか書けないよというようなところがあるかと思います。まあ、ちょっとです、ね、それだけだと、ちょっと計算の方で頑張っていただこうかないなというのが正直なところなんですが、まあ、えとはです、ね、あの持ち分の定めのない法人は、一般的にはまず相続税は、増、えー、税というのは、かかって、えー、まあ来ない。 とは言えつつもかかる場合というのはどのような場合か、えー、というのを極力記載をいただければ、まあ、部分点というのはまあ狙えるのかなというところではございます。はい、ちょっと見ていきましょう、はいえー。関連する条文ですね、まずそのまま持ってくるものなんですが、持ち部の定めのない法人というのがまず前提に出てきます。 持ち分の定めのない法人、えー、に対し、えー、財産の贈与または依存があった場合において、もともと法人というのは相続はないので、遺、えー、言でですね、遺、え、贈、ー、に限ってくると、またはそのうそですね、えー、贈与する場合のまあ二か、えー、二択しかないというところでございます。 でえー、その贈与または贈存により、えー、その親族ですね、挙げた側のこれらの社と特別な関係がある社の相続税または相続、えー、贈与税の負担が不当に減少する結果の認められるときに限って、えー、その持ち分の定めない法人を個人にとみなして、これに贈与税または相続税を課するというところで、かなり限定的なんですよね。えー、なので、まあ、基本的にはですねあの課税はないですよとは言いつつも、えー、特定の場合ですね、ちょっと例外的に課税する場合がある。 というふうな趣旨を書いていただきたいな、というようなところでございます。はい。あとはですね、あの、実際にですね、あの、課税のケースですね、課税となった場合については、基本的には法人税、えー、等についてもま差し引きますよというところですね、かかってきた法人税があれば、二重課税をですね、えー、まあ、配慮に。 するしてですねあのその法人税相当額は差し引きますよというところが、えー、ありますというところでご承知おきくださいあとは同税額の計算ですねまあ,あのこれ学習した方はですねちょっと思い出していただくかまあもうまあ えー、いうところはあるかと思うんですが、えー、基礎控除ごとはですね、えー、基本的には今回二人が挙げているところになるんですが、まあ、それぞれごとに基礎控除があってですね、えー、それぞれ増税額を計算して、えー、その計算した金額の合計がですね、えー、片方ずつ計算をしてですね、その上で合算して、えー、当該法人の納付すべき増税額となるとですね、ちょっとこの、えー、 個人だとあまり、えー、馴染みのない増税の計算方法があるというところ、ここまで,です、ねえー、書いていただけると、えー、非常にいいのかなというところでございます。はいでまあ、ここまで,です、ね、当てはめていくとです、ね、まあ、もう課税関係というのはまあそのままになってくるんですが、えーまあ、著しく不当、ね、に減少するような結果となる場合について、えー、増税が課税されると。 で、えー、その課税されるときについてですね、えー、法人税やその他の、えー、税額を、まあえー、差し引くのと、あとは基礎控除はそれぞれごとに該当があるというような、まあ、その部分ですね、期待いただきたいなというところではございます。はい。ここまでですね、当、え、然、ー、いのか、一、えーまあ、つ目の問題となってきます。はい。えーまあ、要は、増税部分ですね。続いて相続税部分ですね。えー 相続税についてですね、ちょっとまた別のルールがさらにあってですね、えー、特定一般社団法人ということで、えー、一般社団法人との理事である社。 えー、かその一般社団法人の理事で亡くなった日から5年を経過してない者を含むと。まあ、直前に辞めてしまえば何とかなるというようなことではないですよというものですね。が死亡した場合において、その一般社団法人等が、えー、特定一般社団法人等に該当するときは、その特定一般社団法人とは、非相続人の相続開始の時における、その特定一般社団法人との純資産価格を、その時におけるその特定一般社団法人の同族理事の数に1を加えた、数で除して、要は非相続人の数も含めて、 計算した金額に相当する金額をその非相続人から依存により取得したものとその特定一般社団法人とは個人とそれぞれ見なしてその特定一般社団法人にとって相続税を課するとなっています。はいまあ、これは結局何が言いたいかというところなんですけどあの先ほどのですね、えー、まあそれのケースだと、えーまあ、要は不当に減少する傾向 えー、場合に限って、増、えー、税や相続税を課するとあるんですが、まあ、今回はですね、あの不当に減少する結果じゃなくても、えー、課税しますよというのが、別に設けられているのは、ここの部分というふうになります。ちょっとここら辺こんがらがりやすいところではあるとは思うんですが、まあ、それにちょっと見ていただければなというところでございます。 はい、用語のきですね。まあ、同族理事と特定一般社団法人と、まあ、税額控除なんですが、まあ、ちょっと記載の通りにはなりますので、まあ、ちょっと、えー、そういったものも、まあ、入れていただきたいなというところです。まあ、えー、先ほどですね、こちらの条文ですね、まあ、通りになるんですが、課税関係はその通りとなってきますというところでございます。はい。えー、ですね。まあ、この辺はちょっと割愛をさせていただきます。 条文に当てはめてですね、回答いただければというところで、逆にですね、課税関係がもう分かっている方については、えーまあ、条文ないし、ですね、用語の意義も、まあちょっとですね、ある程度書けるのかなというところは、えー、ありますので、えー、そうですね、ちょっとここはですね、結構差が出てくるところになるのかなというところになります。 まあ正直15点でも取れたらまあ正直恩人というふうなまあ結果になるかもしれません。ちょっとですね、あのーまあ、実際にですね、えー、点数のです、ね、どこをまあ重視してくるかというところ、まあ、まああ公開がされてないので、えー、そうですね、まあ、ちょっと、まあえー、まあボーダーとは記載は入れてはいるんですが、えー、ここはですね結構高めに出している点はまあご承知いただければなというふうには思います。はいえー、特にですね、今回あの計算が複雑になっているので、えーまあな そうです、ね、あのとはいえですねあの結構ですねまあいわゆるですね回答をですねまあ間違えてもですねあの何て言いますかまあ計算過程が間違っててもですね結果的にたまたま回答があってしまうような、まあ、ケースというのもあるのでちょっと配点によってですねまあ今回ですね大きく変わってくるのかなというところでなります。 というのも、ですね、あのー、今回、えー、ボーダー出しているところなんですが、基本的に計算過程に重きを置いてですね、配点の方が出てくるという前提でつけていますので、正直な過程ですね、ちょっとたまたまあった方についてはです、ねまあ、配点がですね、えー、ちょっと低めになっているような、えーまあ、形、えー、というふうになるのはご承知をおきくださ、はい、はいえー。ではですね、ちょっと計算問題の方を見ていきたいと思います。 はい、えー、計算の総評ですね。計算については、例年に比べて項目こそ少ないものの、土地の評価は取りきつをもらない株式の評価は、正解にたどり着くまでの論点が多く、難易度は昨年より、正直かなり上がっているところとなります。えー、土地の評価はですね、本当に難しいなというところです。また、主なポイントとして、法定相続人と相続人を放棄した場合における取扱いとの違いですね。まあ、ここ、放棄した場合に法定相続人と相続人ですね、あの、格好もくですね、取扱いが変わってきますと、 えいうとこ,ろです、ね、これをかなり細かく突っ込んでるなというような印象です。 あとは宅地の評価単位ですね、えー。基本的に貸主と借主ではですね、違う時がある。えー、そこについてですね、ちょっと着目したですね、まあ評価かなと。また、奥行き価格構成についてもですね、まあちょっと正直、かなり細かいというか突っ込んだような内容というふうになっています。あとは、不正形地ですね。想定正形地の取り方についてもですね、まあ問題文にですね、ちょっとヒントは出してはあるんですけど、ちょっとですね、まあ、さらっと読み飛ばしてしまうとですね、かなり難しいように思えてしまうところになります。 またですね、これ、ちょっと回答できない方も多いのかなとは思うんですが、事業用定期借地権がですね、設定された宅地ですね、定期借地権が設定されたですあ、ね、との借地権部分以外の部分、要は底押しと言いますか、まあ、皆様が地主だったとしてです、ね、あのまあ、そうですね、事業者にですね、定期借地権を設定した宅地、要は地代が入ってくるところですね。 について、タクシーを持っているような前提で評価できるかというところです。かなりこれもマイナーではありますが、まあ、ただ一定数数はあるものではありますと。 あとは取引相場のね株式の評価では基本的な事項はまあ大前定としつつ、判断をですね、ちょっとあ難しくさせるような論点をたくさん出しているようなところ。また土地評価についてもですね、えー、こちらの貸し主と借り主の違いについて、まあ、え連動するような形ですね、出てきているところとなります。 なので、土地の評価が詳しくないとですね、取り相場のない株式の評価についてもですね、ちょっと部分点しか取れなくなってしまうというところで、かなり土地評価にウェイトを置いた、まあ、えー、都だったというふうに言いますと。 はい私とです、ね、取りきそばない株式の評価は重点的に問われた問題だった、えー、形ですね。ただ、まあその他の、えー、問題ですね、あのその他事故生命保険金とか、ですね、えー、他の財産評価についてはかなり難易度が低かったので、次回配分を気にしながら、ケアレスミスを最小限にできたかとか、まあえー、個別の論点ですね。えー まあ要は最終値が合うということはもう求められていない問題だったので、えー、部分点がどれだけ取れるかということですね、えー、時間配分を気にしながら、えー、極力ですね、えー、問題の後藤を防ぐようなケアレスミスをできたかどうか、えー、というところでございます。なので、ボーダーラインは35点、合格実験は38点というふうになります。まあ、全体のボーダーラインは70点、合格実験は80点と考えると。 まあ正直ですね、あの計算でほぼ間違いがなかった人がいれば、ですね、あのまあ理論もですね、商業部宅等と、とですね、まあ、あと、力走番のない株、えー、持ち分の定めない法人ですね、について、まあ、もう少々かければ、まあ、だいぶ合格が近いのかなというふうには思う、また、ですね、えー、計算問題でもちょ,っとです、ね、ちょっとある程度間違えた、えー、という方についても、ですね、まあ、それでも全然見込みがあるのかなというふうには思います。 なのでですね、ちょっと部分点ですね、えーまあ、どれだけ問題取り組めたかなというところと、あと、まあ、回答のですね、えーまあ、白紙がどれだけ少ないかというところを、まあ、見ていただきたいなというふうには思います。はい。では、えーまあ、具体的に見ていきたいと思います。 はい、えー。今回ですね。まあ、えー、相続、えー、関係図ですね。の方になります。えー、はい。まあ、えー、こちらですね。まあ、令和5年6月4日に、えー、入院中の病院で死亡と。まあ、完全に業務以外であります。まあ、今回関係はないんですが、えー、と、いったところですね。 またですね、基本的には、無制限納税義務者か制限納税義務者というのは、今回基本的には実質的には関係がなかったところ。あとはこちらですね、名孫委員が11歳というところで、唯一未成年というところですね。のあたりですかね。あとは、母と A は適法に法付きをしているというところでありますと。あとは、こちらですね、亡きってありますので、従前に亡くなっているというところですね、確認の上ですね、いただければなというふうに思います。 まなので、当てはめていきます。まず、非相続人行こう。えー、それと、えー、亡くなっている者が、えー、あれ、えー、そうですね。こちらもですね。失礼しました。えー、ですね。そうですね。すみません。ちょっとここバツ一、罰が1個漏れてますね。すみません。えー、放棄しているのは母、えー、となりますと。で、そうするとですね、えー、まず、 配偶者はまあ必ず入ってくるというところで、第2順位、第1順位の子はいない、第2順位の母は放棄しているということで、相続人は第3順位というふうになりますが、法定相続人は第2順位の母のみと、あとは配偶者を押すというふうになってきます。 はい。まあ、ちょっとですね、えー、見ていきたいと思います。なので、まあ基本的にですね、えー、兄弟、えー、おい名、携、え、帯、ー、姉妹、えー、兄弟姉妹おいについては、基本的には、まあ2割加算というところですね。まあ、今回の取得者ですね、まあ、2割加算、2割加算ですよ、というところで、ご承知お聞きください。はい。まあ,あとは、法定相続と相続にですね、ちょっと、えまあ昨年に続き続きですね、ちょっとこの辺ですね、えー、しっかり問われているところとなります。 はい。で、あと今回ですね、まあちょっと結果論にはなってくるんですが、えー、母、帝は放棄のため保険金は非課税がなし。o D は、えー、法廷相続人じゃないですが、相続人のため保険金非課税はあり。ですね。あとは、えー、まあ、メイン孫、メインの孫、えー、ですね。えーえー、そうですね。E は、えぇ、ー、京姉妹の代償は一度限り相続人にないため保険金の非課税はなし。えー ちょっとまあ皆さん覚えてらっしゃるかなとは思うんですが、おい名についてはですね、代、え、収、ーえー、相続で、えー、まあ、相続人になれるんですが、さらにその下の代についてはですね、代収というのはもう発生してこないと、一度限りですよというところで、相続人には影響的になり得ない、えー、といった形になります。なので、保険金の非課税はなしと。で、当然法定相続人でもないので、先ほど言ったユースの未成年ではあるものの、えー、未成年者控除はなし。 とといいうところでごおきくださいちょっとですね、ここまでですね、あの入れていただけると、まあ、後がですね、シンプルのかなというところでございます。 はいえー、ではですね、ちょっとまあ問題ですね、まあ、具体的な評価の方に入っていきますが、宅地 F は A に B に移動する。えー、宅地 F は三大都市圏にある路線化地域、普通商業併用住宅地区に所在し、その地形とは次の通りである。えー、隣接する以下の S、えー、社の所有宅地とともに、同社の所有家屋、えー、同社の事業のように供与されている。の敷地のように供与されていると。まあ、なので、えー、この宅地 F というのは S 社の宅地とともにですね、 H 社が持っている家屋に使われている、えー、宅地というふうになります。まあ、なので自分でしているわけじゃなくて、まあ、単純に貸した口というところですね。はい。で、宅地 F は、えー、都市計画に規定する市街画区域、各どこに規定する近隣商業地域に所在しており、容積率は200%となっている。まあ、基本的にここはですね、あの地籍規模ですね、えーまあ、評価ですね、の、まあえー、前提で使われている、まあ、用法というふうにご承知ください。 あと、非相続に行こうは。私、令和2年2月1日に賃貸借契約に基づき、まあ、要は3年長ですね。一社に、えー、対して継続的に勝ち付けており、この賃貸借契約に際し、権利金の、えー、従事はなく、えー、非相続に行こうと、一社の連名で土地の無償返還に関する届け書を、納税地の職泊税務所に自体なく提出していると。まあ、土地の無償返還が、えー、提出されている。 まあ、決まっている、えー、というところですね。まあ、結局ですね、えー、借地権の認定課税はないよ、というところですね。まあ、借地権としてのですね、えー、意味合いは、えー、まあ、法人には移ってませんよ、というところがありますと。はい。で、アニビーは宅地へ行こう、相続税の進行権まで引き続き所有し、かつ賃貸借を継続しており、また、A 社も同権まで引き続き、同社の事業のように挙手。まあ、この辺は小規模宅地ですね、えー、の部分の判定となります。 えー、ここが正直重要なんですけど、なお正面路線の反対にあたり、路線間に奥行き価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とするものとする。まあ、ここですね、あの、普段なかなか馴染みがない文言になるのかなとは思うんですが、まあ、奥行き価格補正率を乗じてですね、計算したものは一致するよというような、まあ、前提で見ていただきたいなとは思います。 今ここで,ですね、えー、見ていただきたいメモに残してほしいのは土地の負傷変化に関する届け書ありとあとは特定同族会社事業用宅地または貸付事業用宅地等としての小規模宅地の特例がこの時点と検討ができる、えー、要素があるというふうなところで、えー、残していただければと思います。 はいでまずですね、えー、今回まず、えーそうまあ、法人の方ですね、どのように考えるかは一旦置いておいてですね、えー、兄 B が取得したですねあの貸した口、いわゆる底地としての部分の意味合いですね、まあえー、厳密にはちょっと、えー、借地権は移ってないので、まあ、80%になるんですが、まあえー、不動産投機をですね、まあえーまあ、引き継ぐものとしてですね、えーまあ、兄 B が取得した、えー、ものについて評価をしていきたいと思います。 こちらですね。まあ、えー、対象地になります。まあ、それと反対なのが A 社の所有宅地ということで、A 社の所有家屋があるというところですね。で、えー、まあ、ちょっともうコメントを入れてるところなんですが、えー、評価単位はここの部分380平米となります。宅地 A4 単体で評価。まあ、というのもですね、えー、非相続にないし、えー、まあ、移動、え自、ー、動車ですね、えー 住者、えー、まあえー、兄、B についてはですね、えー、まあ二人とも貸主、えー、という形になるんですが、貸主はこの宅地しかですね、えー、ないというところになります。あの、所有がですね。というのもですね、相続改善で、相続におよび兄から見たですね、宅地 F の利用状況は、A 社に対する貸付による賃料収入、 が、えー、まあ、えー、まあ、主な利用といいますか、まあ、趣旨というふうになってくるため、まあ、要はですね、あの、結局、賃料部分というのは、この宅地チ F からしか発生してこないと。A 社からですね、A 社は自分で持っているので、えー、非相続人等にですね、あの、お金を払う理由というのは去年はないと。あくまでこの宅地チ F を、えー、借りていることに対しての賃料しか支払いませんよというところになります。まあ、なので結局ですね、あのー、 個人からしてみたらですね、このタクチェフしか持ちえないと言いますか、タクチェフしか考えられないというところになりますと。仮に、A 社のですね所有家屋をですね、えーまあ、取り壊してですね、えーまあ、単純にさら地にして、もう返しちゃったらですね、まあ、話は別、えーまあ、といっても一緒なんですけど、結局ですね、えー、あくまで個人からして、えー、見た側の評価というふうに考える必要が出てきますと。 なのでですね、ここが利用単位というふうになってきますと。ではですね、ちょっとここの評価をどのように行っていくかなんですが、次のページといいますか、こちらですね、になります。こちらですね、正面路線、いずれも14万円になります。奥行きですね、について考えていくところなんですが、ちょっと正直どちらも奥行き価格正設は1.0というふうになります。 はい、まあ、というのも、ですね、えー、想定整形値もですね、まあ、こちらで取っていくものとなります。まあ、理由はですね、えー、普通、将棋、併用住宅地区ですね、まあえー、松問題の末尾の方にあるんですが、奥行きが12メーター、また32メーターの場合は、まあ、1.0といううになってきますと、で今回、ですね、えー、対象地が308平米なので、えー、28ではあれば、ですね、まあ、それも結局この範囲内に収まりますし、えー、こっちから見た場合ですね。 ま,あまた26で割ってもですね、やはり、えーまあえー、12平米、えー、12メーター以上になると、えー。またですね、どちらから見てもですね、最大の奥行きというのはですね、まあ、22メーターですし、こちらも20メーターというところですね。まあ、いずれにしろ1.0しかですね、奥行き方向性率は取れない、えー、という形になります。 で、えー、そこで出てくるのが、なお、正面路線の反転にあたり、路線化に奥行き価格構成率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とするものとすると。まあ、要はですね、えー、路線に接する距離が長いので、28メーターと26メーター、どっちが長いかというと、28メーターの方になりますよと。で、なので、こちらが正面路線というふうになりますので、想定成形率の考え方はですね、えー ま、このような形で取ってくると。間口が、えー、32メーターの奥行きが20メーターですね。の範囲でこの宅地、AA、F については、まあえー、考えられる想定成形地ができるというところで、まあ32、32メーター ×20 メーターの640平米へとなってきます。まあ、この場合ですね、この計算式に当てはめていくと、下値割合というのは40.62%というところで、まあ、ちょっとですね、あの、綺麗な土地ではないですよというふうな形になります。 でその場合ですね、当てはめていただくと、まあ、不正計調補正率は380平米の場合は、まあ、0.9となりますので、えー、こちらですね、えー、14万円かかる、6月かかる補正率が1.0、プラス、えー、速報加算ですね、えーまあ、そのまま満額入れたものが15万1200円、かける0.9たもんですね、この不正計補正率かけたものが13万6080円というふうになっていきますと。はい で、えー、あとはですね、まあ、その知識を乗じたものをですね、えー、そのまま評価額となるんですが、ここでですね、あの、土地の無償変換を出している場合、えー、まあ今回の場合はですね、まあ、個人が法人に対して勝ち付けているところになるんですが、えー、その場合ですね、えー、自由な、えー、需要としての価値は、まあ、厳密にはないというところですね、まあ、どうしてもそのままですね、あの、不動産市場に出すとですね、まあ、安くなってしまうというところで、まあ、0.8相当で評価する、えー、というような形になっております。 はい、で続いてですね、えー、こちらもう一つの宅地地ですね、えー、配偶者をおつに移動すると、えー、こちらは梅利地域に所在しており、えー、非所属人公は平成30年5月25日に第3章との間で、借地借屋法第23条の事業定期借地権等に該当する借地権、まあ、一般の定期借地権等以外のものですね、えー、設定期間20年を設定して賃貸していたと。 評価にあたり必要な事項は次の通りであり、課税上弊害がないものとして計算するものとすると。なお、配偶者とは宅地事業相続税の申告権まで引き続き承認し、価値侵害者を継続している。なので、趣旨としては、えー、分類としてですね、事業定着地権等の目的となっている宅地にされますと。また、えー、小規模宅地等の特例においてもですね、貸付事業宅地に該当しますよというところは、えー、メモしていただきたいなというところでございます。 はい。で、こちらですね。まあ、回答なんですが、えー、ここのですね、どこの部分を抽出してくるかというところでですね、によってくるところとなります。基本的にはですね、あの、課税時期のまず固定算で評価額ですね、まあ、倍率地域なので、まあ、倍率を1.1したもの、2200万円がベースになります。これがさらちの場合ですね。えー、ですね。で、考えていくのはですね、えー、事業定期借金の場合、残りの残数で考えていく、まあ、え票、ー、を当てはめていったものが、1870万円。 それとですね、えー、借地権相当の金額を差し引いた後の残額を考えていくというところで、この借地権の金額はいくらかというところですね、えー、借地権設定時のです、ねえー、金額のうち、えー、経済的利益の価格ということで、まあえー、設定時点ですね、あの2000万円だったものが、借地権は、えー、適借地が300万円だったというところで、えー、そのですね、何度の経過年数複利ですね、年金減、えー、価率に網として、 かけたものこれが相続開始時点での、まあ、借地権事業定期借地権等の価値となりますので、まあ、それを、ね、今の時価から差し引いたものが、えー、1947万9355円となりますと、まあ、この土地の価値の考え方としては、えーまあ、2つ考えられますよと。はい、貸主から借り主の金額を差し引いたもの。 貸主の残りのですね、ええー、まあ考えられる残存ですね、えー、の方まあどちらか有利な方を採用していいよというふうになってますので、まあ結論としてはこちらの1870万円になるよというところです。はい。まあこれですね、あの正直、えー、答えが合っているかというまあ知ってるか知ってないかというところでちょっとまあ拝点の方は入れているところでございます。はい。ええー、で、まあここまで,でね土地ですね。ただまあここは正直解けない人もまあ多いのかなというところがあります。 そもそも定期借地権の中でもですね、まあ、さらにマイナーな分類なので、まあ、知ってる方が正直珍しいかなというところがあります、はい。どちらかというと大事なのはこちらの方になってきます。えー、今取り相場うらない株式ですね。えーまあ、ここは肝かなというところで、えー、読んでいきます。A 社株式1900株、A に B に1500株、OED に400株をそれぞれ移動すると。非相続人は1900株持ってましたよというところですね。 はい。これがここの部分となります。で、まあ、全体で1万株ですね。で、技術権100個につき1個、えー、というところです。なので、まあ、全体は100個となります。あとは自己株式金がありますので、それを差し引いた、まあ、残り90個ですね。10分の9が、ま、もともとありますよと。で、その中のさらにですね、41たす4ということで、まあ、90分の45というとこと、要は2分の1、50%という形に、まあ、あの、あ、2ビート、 えー、非相続人公が持ってた株式というのは、まあえー、50%になりますよとで中のですね、えー、半分については取引先や少数株主で持ってますよというところですで中学ですね非相続人公取引先愛者およびその、えー、多少数株主は相互に同族関係者に該当しない A となっていますと、はいまあ、ここまでですね、えー、ちょっとまあ50%超じゃない30%の同族株主になる、A、というのはまあ今回のところでございます はい、ただですね、その中でも、a n b については単独でですね、えーまあ、もう41%のってところになりますので,、えーまあ45ですね、41個持って45%に、ねえー、なりますので、まあ、これは原則的評価方式となってきます。はい、で、それに対してですね、OED については4%、えー、となってきます。 まあこちらはですね、厳密には45.5、こちらが4.5という形にはなってくるんですが、まあ、こちら結局5%です、ね、未満というのはまあ変わりがないというところで、配当還元方式になってしまいます。でえー、5%だけだったら、ですねあのまだ中心的な同族株主であればいいんですが、えー、兄とおいではですね、まあ、ちょっとここはですね親関係じゃないので、要はちょっと遠い関係になるんですよね。兄、B が思いに事業を承継していくのに対して、もうおいではですね、ちょっと遠い親族ということで、ね、なってくるので、いわゆる中心的な同族 株主グループですねビ美を中心したものから外れてしまうとでかつですね5%未満でえー、役員に該当してこない、えー、というような形になりますはい で、兄 B はですね、A 社の代表取締役、非相続に個は、えー、監査役であり、OED は相続での申告権まで、A 社の取締役に就任したとあるんですが、えー、これ本当にマイナーな話なんですが、えー、役員の定義ですね、えー、取締役が含まれるか含まれないかの中で、えー、ここの部分ですね、この指名委員会等設置会社及び監査、えー、等委員会設置会社の えー、取締役であれば役員になるんですけど、まあ、あのそこは、えー、やら、えー、該当しないというところで、ちょっとですね、回り回ってですね、結局、ここは役員にならないところとなります。なので、まあ、えー、OED は結局ですね、配当還元方式というようなところになります。これ、かなりややこしいので、ここは正直ですね、まあ、あの、回、ま、答、あ、できなくてもしょうがない、えー、なというところがあります。はい。正直ですね、あの、これ、 探しててもなななかか出てこないんですよねあのきちっとですね、あの法人税法の方と施行例等ですね、ちょっと見ていかないとですね、あの相続税の話ってあんまりないので、えーまあ、ここまでたどり着けるかというとですね、正直あの、後方にどこまで書いてるかという世界は本当にマイナーなマイナーなところをついている、えー、ところなので、まあ、正直ですねあの、まあ、なかなかですね、単純に、はい。 まあ、回答できるっていうのは、まあ、ちょっと逆に中途半端にしてるといいますか普通に学習してしまうと逆に失点してしまうような、えー、部分というふうにご承知をくださいむしろ間違えてしまった方が結果的に配当還元方式ですねに、えー、なっているようなという言葉はまあありますので、まあ、正直ここはまあ一応ですねえー、配点は入れてますけど、えーまあ、正直どうなのかなというところはあります はい。で、問題ですね。えー、今回の、まあ、部分なんですが、えー、先ほども見たこのタクチ F の図ですね。えー、続いて、今度は A 社の方を評価にあたって、まあ、この集宅地についてですね、まあ、考えてくる必要が、えー、出てきます。はい。まあ、ここのですね、えー、評価なんですが、えー、評価単位はタクチ F と A 社を一体で評価しますとなります。 同一の社が権利を一体として利用していることから全体を一角として評価し、各のの権利の価格はそれぞれの宅地の知識に応じて安分した価格を元に評価しますと。ただし、まあえー結局、結果ですね、あの宅地 F の着地金分は0円評価となります。こ,こですね、えー。先ほどですね、あの個人の方は80%評価なので、えー、20%部分はですね、法人の方に行くかという話があるんですが、えー、それはですね、えー、今回いわゆる、えー まあ、えー、株式ですね、えー、の、まあ、割合ですね、局、え、何、ー、まあ、結局何%、アントに B と OED で持ってるかというところ50%ジャストになりますので、えーセ50%超のですね、いわゆる、えー、まあ、同族株会社には該当してこないというところですね。えー、な、場合はですね、ここは借金部は0円評価とするというようなですね、まあ、えー、通達がですね、出ているところとなりますので、まあ、それに基づくとですね、まあ、0円というふうになります。 まあ、ただですね、あの、ここ0円じゃなくてですね、あの20、20%評価を入れるとですね、取引相い場のないですね、えー、株式の、まあ、明細書ですね、の方の数字はですね、かなり綺麗になってくるので、えー、ちょっと本当に、まあ、合ってるのかという、まあ、問題、出題してる側が、ね、ちょっと失念してるんじゃないかというのは、まあ、感も、まあ、なくはない、えー、というのが正直なところです。まあ、ただですね、あの、当てはめていく以上ですね、えー、ここは0円というふうなのが、まあ、正しいのかなというのが正直なところです。 はい、でここですねあの、なんで一体で利用するかというところなんですが、ここに A 社の建物が建っているから、えー、というのがまあ結論となります、まあ。ちょっと相続税法から少しそれるんですが、えー、建築基準法上の考え方ですとです、ねあの、建築確認、まあ、要は憲兵、ね、率や擁石率の判定をする際というのはです、ね、この A 社の所有家屋はです、ね、この270平米と380平米を足した650平米で計算をするところとなります。 はい、なので、ですね、あのー、もう越社の家屋からしてみたらですねこの2つなくてはならないものとなっています。 それがですね、あの、所有権か借主権かを問わずですね、まあ土地を建てられればですね、それはそれでいいと。建物はですね、あくまでこの宅地、えー、一社の所有宅地と宅地 F ですね、それぞれにですね、もう影響を及ぼしていてですね、えー、まあそれもですね、あの、まあ、え建物としてですね、えー、この所有権ないし、え借地権というのは、紐づいているところというふうな形になるので、えり主側からしたらですね、あの、一体で使っている、 えー、というような、えー、表現になってしまうので、まあ、これはどうしても、まあ、なってくるところとなります。はい。で、なのでですね、そこからどうなるかっていう話なんですが、えー、単位はここになりますと。はい。で、評価方法なんですが、えー、正面路線の判定にあたりというですね、まあ、問題の先ほどの引っ張ってきたものなんですが、えー、今回の場合ですね、どっちを正面にするかというところになってきます。またですね、あの、結局ですね、えー まあ、普段の通りですね、こちら奥行きは32メーターまでは1.0なので、まあ、こちらから見たら、えー、22メーターですし、えー、こちらが正面だと仮にしたらですね、えー、まあ32メーターまたはですね、えー、まあ、えー、そうですね、 650割ることの28ということで、まあ、結局20メ、えー、そうですね。まあ、まあ、何やってもですね、この1.0になる、えー、ところになります。なので、その、その場合はですね、えー、路線に接する距離の長い方の路線を照明路線とするということで、こちらの、えー、14メーター足す26メーターの40メーターか、あとは32メーターのどちらか、えー、長い方を照明路線とするということころが、まあ、こちらが、えー、対象となってきます。 まあ結論としてはですね、えー、想定制限値の取り方はこのような形となります。はい。ここもですね、かなり判断が難しいところとなりますので、まあそうですね、ちょっと、まあ、難しいですね、シンプルに、えー。所有タクシーの価格としては、まず、えー、こちら正面路線14万円かける奥行き価格補正1.0。こちらからも14万かけるですね、1.0かけ、え、る、ー、そこを加算0.08、15万1200円になりますと。 で不整形値補正率についてはですね、えー、こちら、えー、40m×22m ということで、808平米が想定整形値の形となります。はい、でその上ですね、えー、実際こちらが、えー、380平米たす270平米の650平米で計算をしますよというところで、影、ま、値、あ、割合は、えー、26.13の整形値補正率は0.98。 えー、という形で、15万1200円、えー、に対して98%にしたもの、14万8176円というのが、えー、まず一旦の評価、えー、となります。で、その上でですね、あのー、こちら、えー、いわゆる、えー、地籍規模のですね、えー、大きな宅地、えー、というところでですね、えー、計算が入ってきます。 これがですね、ええー、まあ、ここの計算式ですね。まあ、正直あの、覚えていただきたい事項になりますので、まあ、ここをですね、計算式当てはめていただくと、まあ79、79%評価になりますよというところで、単価は117,059円になりますと。そこからですね、あのー、こちらの面積安分をした、ええー、価格ですね、のうち、650分の207ですね、まあえー、一社が所有している宅地ですね、まあ、そのものを、ええー、 割合を計算しますとで、こっちについてもですね、まあ、計算していただいてもいいんですが、えー、借地権部分ですね、まあ、本当だったらそこにですね、えー、0.2をかけたいなというところはあるんですが、まあ、結局、まあ、同族会社じゃないので、かける、えー、と言いますか、まあ、計算出しても0というところで、そちらは省略させていただきます。はい。 まあそうですね。あとは正直ですね。あのー、まあ細かい回答の方はですね。えー、回,回答回、えー、の方を見ていただきたいなというふうに思います。難しい論点はですね、正直ないので、えー、ですかね。そうですね。あとは、特定道具会社事業用宅地等もですね、50%超保有してないので、まあ提供できないというところぐらいですかね。 はいそうですね、あとはちょっと回答の方を見ていただければわ、えーまあ、からないところはないのかなというふうには思います。はいまあ、以上であの解説そのものについてはおしまいとなります。えーでまあ、実際ですね、この本試験ですね、あの合否に、えー、ついてはですね、まあ、基本的には、ね、あのちょっと今回ボーダー以下だったらもですね、ちょっとまあせ、まあ、他の受験者 ですね、あとはあ問題の回答次第では、まあ、ちょっとまあもう少し下がることもあり得るのかなとは思うんですが、えー、とはいえですねあの元々相続税法というのは、まあえー、12%ごとの合格率だと、まあ、このぐらいの膨大にどうしてもなってしまうのかなというところがあります、まあ、とはいえですねあのかなり難易度が高い問題でしたあのこの傾向が続くかと言われると正直続いてもおかしくないのかなとは思っています えー、元々ですね、あの、相続税の、まあ、知はですね、えー、実務にあまり出てこないような評価方法というのがですね、まあ、多かったところとなります。逆に土地の評価についてですね、ちょっと、いろいろ通達を使っていくとですね、まあ、難しくなるというか、判断が分かれるようなものというのが、まあ、あったので、あんまり正直難しいのは、今までなかったんですけど、ここ数年ですね。そうですね、あの、今回のまあ問題、かなりですね、な練り込まれてってあれなんですけど、いろんな論点をですね、まとめて落とし込んでくるような、まあ、あの、ものだったなというところ。 ですね、ちょっと試験員がですね、まあ、ちょっと今年から変わっていたというところもあるのでちょっとまた来年もです、ねまあ、同じような趣旨で来るのではないのかなというふうには思います。まあ、なので理論計算含めですねちょっとまあ今年と同じような傾向が、えー、まあ来年といいますか、えー、まあ令和6年のです、ね、税理士試験に相続税法においてはまあ適用といいますか、まあ、流れが組むのではないのかなというふうには思います。 はい、えー、では以上ですね、えー、こちら、えー、第73回相続税法本試験の徹底検証会を、えー、終了させていただきます、えー、よろししくお願い,いたします。